隊を支援するため、隠し航空機を用いて、ヘリ火力戦闘、航空偵察、空中機動人員輸送などを行う。方面航空隊に連続する、航空や整備隊にあっては、航空機の整備、管制気象部隊にあっては、航空機の運航を円滑に行うための、航空交通管制、気象予報に関することを行う。また、災害発生時は、 方面通信軍と連携して、被災地の近傍、または、上空から撮影した映像を衛星回線を介して、主要司令部に配信することで、災害派遣部隊の迅速な編成に寄与する。航空家における最大の部隊は、陸上総隊直属の第1ヘリコプター団であり、ついで各方面隊に、方面航空隊、各士団及び旅団に、直轄の飛行隊が置かれている。 また、航空管制に関する部隊としては、防衛大臣直轄の中央管制気象隊及び、各方面航空隊直轄の、方面管制気象隊があり、方面管制気象隊は、管内の航空化部隊が所在する駐屯地に、派遣隊を分派している。また、中央管制気象隊の気象要員の一部は、自衛隊の気象業務の中枢である、航空自衛隊航空気象群に、 気象中数班を派遣している。職種学校は、三重県伊勢市に所在する、陸上自衛隊航空学校、教育研究支援部隊は飛行共同体がある。航空機の整備に関しては特に専門的な技術が要求されるため、広報支援体制の変革に伴う編成以外は、されず、方面航空隊の指揮下で運用されている。 陸上自衛隊ではヘリコプターを主力としており、職種気象にも回転翼を排しているが、連絡偵察用に固定翼機も少数配備している。なお、固定翼機の操縦教育は、海上自衛隊に委託されており、小月航空基地で、海上自衛隊や海上保安庁の操縦訓練生と共に教育を受ける。航空管制については、飛行場管制、 航空機所観測を主として行う。特に札幌飛行場、宇都宮飛行場、明け野飛行場では新入管制区を有しており、札幌飛行場では軍民共用のため民間機に対する管制も行う。航空管制要員への教育は、その特殊性から航空自衛隊第五十課学校で教育を受ける。陸上自衛隊は、 地上の任務部隊を支援することを目的として、自前で航空部隊を編成している関係から、操縦士死亡者も入隊当初は、地上部隊に配属し、数年の勤務の後に志願した陸装の中から、適性のあるものを、陸装航空操縦課程に選抜するという方法を、とっている。このため空地の連携が良好な操縦士を育成し、 航空化の、航空市場化を防ぐシステムになっている点が海、空自衛隊とは、最も異なっている。FEC は、海空の航空学生と比較すると、エリミネート率が低いのが特徴であるが、近年は、不適格者を学生時に排除する傾向が強くなって、おり20、20%程度である。陸上自衛隊の任務における、 航空化職種の役割が限定されるため、組織内での操縦士の地位が、会場、航空自衛隊に比べて、相対的に低い点も、特色と言える。FEC の他に、幹部自衛官が、陸上自衛隊航空学校明けの本校で教育が、実施されている、幹部航空操縦課程を経て操縦士となるコースも、ある。2016年からは、女性の操縦士からも、 本人の希望と適性により攻撃型ヘリコプターの操縦教育を受けることが可能になり、翌2017年7月に初めて女性自衛官が幹部戦闘操縦課程を終了して対戦車ヘリコプターの操縦資格を得た。航空課では、警視庁航空隊など都道府県警察航空隊のヘリコプター操縦士の要請を受託しており、派遣された。 警察官も共に訓練を受けている。なお陸上自衛隊は固定翼の練習機を有していないため、LR-2 のパイロットは海上自衛隊の航空学生と共に山口県にある小き教育航空軍で訓練を受ける。第一ヘリコプター団は陸上総体直轄部隊であり、霊下には計10個飛行隊を有する航空化最大規模の部隊である。 木更津駐屯地に所在し、軌道運用部隊として、日本全国を担当範囲としている。第一輸送ヘリコプター軍及び、輸送航空隊を中心に、VIP 輸送にも当たる、特別輸送ヘリコプター隊を有している。陸将補が指揮をとる。各方面隊直轄の航空化部隊であり、各方面隊に一個ずつ置かれている。 対戦車ヘリコプター隊及び方面ヘリコプター隊を主力に支援部隊として方面艦船機小隊及び方面航空や整備隊を組み入れている。一等陸佐が指揮を取る。航空機整備部隊であり、各方面航空隊及び第一ヘリコプター団内に編成されている。各士団、旅団には直轄部隊として1個飛行隊もしくは1個ヘリコプター隊が置かれている。 空中機動能力を強化している第12旅団及び離島配備部隊である第15旅団のみがヘリコプター隊となっている。ヘリコプター隊は2個飛行隊編成であり、1等陸佐が指揮を取る。ありがとうございます。